本部の人に言ったら、いやそれはあなたモデル収支ですからね、現実とは違いますよって言われたら、それはええってなる人も多いと思うんで、フランチャイズチャンネル。本部のモデル収支と実際の収支はどう違うものですか？はい、これはそう質問を受けたんですけど、モデル収支の出し方っていうのがもう各社バラバラなんですよね。フランチャイズにおいては一概には答えられないんですよ。モデル収支っていうものの意味をきちんと捉えなきゃいけなくて、それはじゃあモデル収支っていうのは何なのかっていうと、本部が考えている事業モデルなんですよ。これを大きく勘違いしてる方とかは、加盟してる人たちの平均だとか思ってますからね。そんなことはないんですよ。 FC がない時どうやってモデル収支出すんですかっていう話ですよね。そういう時は直営のモデルで出す、直営の平均で出すんじゃないですか。そういうことでもないんですよ。普通にフランチャイズ化を考えた時にこういうモデルにしようって考えたのがこれはモデル収支であって、実際やってみてあまりに現実と乖離しているのであればこう修正していくというのが良心的な本部だと思いますけど、実際にモデル収支っていうこの言葉が悪いんだよね。何のモデルな、何をモデルにしてるんですかって言われると、そこがバラバラだということなんです。まあだからこれは聞かなきゃいけないですよね。正確に知るには、直営をやってるところだったら、直営のから算出したものなのか、加盟店がたくさんあるところだったら加盟店の実績から出したものなのか、これは全部とは言いませんけど、やはり加盟店の数字を平均して出してるなんていうところは非常に少ないと思いますね。でそれは何でかっていうと、これは本部側になって考えていただきたいんですけど、加盟検討してる方はモデル収支ってのは何のために作ってるかっていうと、まずその加盟検討してる方に見せて、もう結構いいんですねって、もう興味を持ってもらう、そういう数字だから、その目的で作られてることが多いんですよね。よく見せたいっていう風になってくるんですよね。数字っていうのは見せ方とか取り方とかデータがあるんだけど、そこからどこを取るか、そしてどこを見せるかによって嘘じゃないんだけど、もまあ持ってるだろうみたいな数字になるっていうのは分かります？分かります。まあそういうもんだと僕は思っといた方がいいと思うんですよね。何らかの目的があって作られる数字ってやっぱあるんですよ。基本的に数字で出されてるもの、これはどういう目的でどう出されてるのかなっていうイマジネーションは持った方がいいよね。だから名工技塾とか、なんか今 CM でやってるんですけど、 92%? 92% の親が成績アップを実感していますみたいな、どういう風なアンケートを取ってどういう風に集計しているのか、これアンケートなんてのは項目によってどうでもなりますからね。でだけどそれを聞きゃね、それは 92% 伝ってって思うじゃないですか。それと同じような感覚でそのフランチャイズのモデル収支だってね、見なきゃいけないと思いますよね。数字っていうのはまず嘘を書いちゃいけないけど、データの中から抽出してそこから、いいところを見せようというふうになるっていうの、これはもう形式として覚えておいた方がいいと思うんですよね。ということでモデル収支と現実が乖離してしまうっていうのは、これやっぱ問題なんで、やってみたら全然これ数字がいきませんよと本部の人に言ったら、いやそれはあなたモデル収支ですからね、現実とは違いますよって言われたら、それはええってなる人も多いと思うんで、ちょっと次回このそうならないようにするための考え方をお話ししようと思います。